ゆるふわと、はい、こんにちは、たかしでございます。本日もね、ゆるゆるとカメラについてのお話をやっていきたいと思います。さてさて、今日なんですけれども、なんかこれちょっと見えてると思うんですけれども、今日はね、この話をやりたいと思います。ダーンということでね、このでっかい、これソフトボックスなんですよ。こんな感じで、今グリッドが入っているんで分かりにくいかもしれないですけど、ソフトボックス、ゴドクスさんの 50×130 のソフトボックスということで、グリッド付きで、これがね、6000円ぐらいで買えちゃうんですよ。なので、せっかくこう安く売っていたので、これをね、2つ購入をしまして、4灯のね、ライティングをしたいなと思ったんですよ。で、ちょっとこの4灯のライティングに関してはまた今度ね、動画にしたいと思うんですけど、今日はね、このゴドックスさんのこのソフトボックスがね、組み立てるのめちゃめちゃ難しかったんですよ。なので、今回はね、このソフトボックスの組み立て方やっていきたいと思います。ではまず必要なものから。まずね、この三脚と、ストロボをこう、なんていうのかな、つなぐアダプター、そしてストロボと、まあ、ラジオスレーブをするのであればラジオスレーブと、でこれがまあそのスタンド側のものとなるんですけれども、ここに取り付けるのが、まあ、さっきお見せしたこれね、ゴドックスの50-130のソフトボックスと。ソフトボックス、まあ、何に使うかっていうと、ディフューザーと言われるもので、光をね、柔らかくするために使うんですけど、ちっちゃいものだと全身すっぽり明るさをね、出そうとするとなかなかね、距離を取らなきゃいけないので大変なんですよ。でこのね、130ぐらい縦幅があるということなので、これね、結構全身の撮影をするのには向いてるんじゃないかなというところがあって購入をしてみました。で、届いたのがこれなんですけど、中開けていきましょう。中身なんですけれども、まずこれ、まあ、ストロボのアダプターとね、この先っちょの広がってるやつをくっつけるためのアダプターが一つで、これがグリッドと言われるね、この蜂の巣状のやつですね。これで光を直進に進ませる、あまり広げないように、ライティングをすることができるというものになります。で、これが傘の部分に来るやつの骨ですね。骨、これでこうビヨーンとビヨーンとして、あのソフトボックス、四角いやつを作り上げるということになります。これが4つ入ってます。で、これが傘になる部分ですね。この長方形で、こんな感じで、こんな感じでつきます。130ってでっかいね。で、最後はこの光を柔らかくしてくれる2枚の布が入っています。一応ね、二重構造で明るさを和らげてくれるということで、この布でまずね、一回光を和らげて、2枚目のこれを透過してさらに柔らかくという感じですね。ちょっとオパライトにも似てる感じのディフューズ方法になるんじゃないかなと思います。ではね、一番初めに何をするかというと、この傘の外側の布の部分ですね、これにこの芯棒っていうのを取り付けていきます。で、これね、何、どこに何をするのかっていうと、ここにね、布がついてる部分があるので、よいしょ、ここ見えるかな、このここにまず、よいしょ、下から、まあ下というか内側から棒を通して、でここのところにこの骨を入れるんですけど、ここはね、うまく入らないことがありますんで、しっかりと入れてください。こんな感じ、ここを通って、でここに入ると。でこれを、4つの角があるんで4回やります。1本目、3本目、ここがね、なかなか入らないやつがあるんですよね、やっぱね。よいしょ、入った。3本目、4本目です。これでこんな感じでね、4本の柱が入りました。そしたら今度はこれをこう裏返して、こっちから骨を出すんですね。こんな感じで、でこれにさっきのこれアダプターを取り付けていきます。で、近くで見るとね、ここに数字が振ってあるの分かりますかね。で、これ何かなと思って、説明書って探したんですけど、この製品説明書がついてきません。なので勘でいろいろやってみたところ、縦横比でいろんなところに刺すような感じになると思うんですが、
この製品はこの2番っていうところに刺すとうまくねくっつくということだったので、50-130の場合は2番を使ってください。他のサイズの方はねちょっとこの辺いろいろやってみるといいんじゃないかなと思います。この2番もこんな感じになってるんで、しっかりと短い方が上と下に来るようにつけてやるとうまくいくと思います。で、こっち数字が書いてある方が内側に行くようにしてつけてください。ではいきます。こんな感じでスッと刺します。で、こっちの反対側もよいしょ、2番を確認しながらスッと刺します。これでねこんな感じで上面が完成しました。であとはこれに下面をつけていくということで、こっからがねかなりの力技になってきます。で2番の穴めがけていいよはい刺さりましたね、見ての通り完全に力技です。そして最後がどうしても一番硬くなってしまっています。よいしょ、これほんとつくのかなっていうぐらいの硬さなんで皆さん気をつけましょうね。よいしょ、2番うん、刺さった。上から見てもらうとこんな感じですね。骨がこう張ることによってこの形を支えてくれるということになります。これでねもうほぼ8割型完成です。であとはこのさっきのねストロボのディフューザーにこのねこの出っ張りが3つある部分があるんですよ。でこれこっちのストロボ側にも3箇所 1,2,3 とあるので、これに合わせて入るようにします。で合わせて入れた後にくるんって回転させるとこれがねガチッとはまるようになってます。じゃあいきますね、よいしょ、こんな感じでガチンと。で初めはねこんな感じで斜めについちゃうんですけど、ここね初めのままだとこれ回るようになっているので回してもらって、で今度はこの中見てもらうとねここに締めるネジがあるんですよ。なのでこれをくるくるってしてもらうとこれで固定されます。動かなくなります。あとはこんな感じでフックがついているんで、このフックをこんな感じでゴムに引っ掛けて四隅をやるとこんな感じで1個目のディフューザーが出来上がります。そして2個目のディフューザーをつけようと思うのですが、ここで注意なのがこの上にさっきのこれこの蜂の巣みたいなのをつけたい人はちょっと深め奥深めにこのね白いやつをつけていく必要があります。そうしないとね、後で蜂の巣をつけようとした時によいしょつかなくなってしまいます。そう、こんな感じですね。はい、で最後にこの蜂の巣をこんな感じでつけてやるとよいしょ、こんな感じでソフトボックスの完成になるということです。はい、こんな感じでソフトボックス完成ということになります。これねマジで説明書入れといてくれよって思いますよね。多分初めての方も本当ってなると思います。一応ねこんな感じの作りになっているということです。あとはねちょっと分解をこれからやっていきたいと思います。
で分解ということで、多分ねこのグリッドとかねソフトボックスの白いとこ外すのは誰でもできると思うんですよ。じゃあここからねどうやっていくかというところで、まずねここのねアダプターのところから外していきたいと思います。後ろ側のこのベリベリを取って、でねこのストロボのアダプター全部こういう作りではないと思うんですけど、基本的にはこういうレバーとかがついていてロックを外せるようになってるんですね。なんでこのロックを外しながらよいしょプシューンってやるとこれが取れます。でこれで先ほど苦戦していた状態になると思うんで、あとはこの枝を1本どこか引き抜けばねもう勝ちなんですよ。でこうやってやっていくと多分ねこの最後につけたところが若干浅く入ってるんじゃないかなと思うんですよ。なのでここが弱点だと思ってここから外していきましょう。もうね力です。抜けました。今ね手を痛めましたが硬すぎですこれ、はい、であとはよいしょ他のやつも力でね行くしかないので力で、はい、順番的には対角線上に抜いていくと抜きやすいみたいですね。なのでさっき1本目抜いた反対側対角側の、やつを今抜きました。簡単に抜けました。であとは残りの2本もよっ力で抜くとこんな感じということでしまうことができるようになります。はい、ということで今日はねゴードックスのソフトボックス 50×130 のものですね、これが6000円ちょっとで買えるよということで、組み立て方分解の仕方をやってみました。 Amazon で買ったんですけどもう本当何も情報ないんですよ。なんでね、まあこれは経験だけがものを言うところになると思うんですけど、やっぱり初めての方もいると思うんでね、今回ちょっと動画にしておこうと思いました。ゴドックさんのね、カメラ製品で結構いいものっていうのかな、ちゃんと使えるものっていうのも結構出ているんですよ。で、価格が安い。まあ、そういう部分で言うと、結構ね、買い応えというか買ってもいい商品だと思うんですけど、作り込みは若干ですけど、まだ甘いところとか、まあ、不親切なところっていうのは見受けられる商品もあったりするんでね、まあ、そこら辺、まあ、こういった動画の文化があるので、ぜひね、なんか行き詰まった際には、YouTube とかで検索するとね、結構みんなやっててくれたりするんで参考にしてみてください。というわけで本日の動画以上になります。ぜひね、グッドボタン、そしてチャンネル登録をよろしくお願いいたします。それでは